ナウスカーサバイニーのチャンネルです、今日はですね、7月の10日現在4時前です。15時52分です、ちょっと前まであのスコールが来たんですけれども、スコールが上がりまして青空が広がってます。で、青空が広がってあの天気がいいんですけど、今はさっきの 雨で温度が下がっているので過ごしやすい、いい風吹いてます。ですね、今回の動画ではですね、ラオスに住む日本人の目に映るラオス人像、まあ、特に、女性日本人男性から見たラオス人の女性像なんていうのをご紹介したいと思います。ラオス人、小柄で線が細いですね。でちょっと調べてみるとですね、ラオス人の平均身長なんですけども、男性で 160.5、 女性が 151.3、 平均男女の平均でですね 155.9 センチらしいですね。で日本の男性は今すごいですね。今日本人男性の平均身長 170.7 センチもあるんですね、そして女性が158センチ、男性同士だとまあ、10センチ、女性でも7センチ近くラオス人の方が、小柄なんですね、最近は背の高い葉っぱのあるラオス人の男の子とかも目にすることがありますし、まあ、女性はあのスラッと背の高い方も見かけることもあります。だけど、まあ、総じて、やっぱり小柄ですね。小柄です。小柄なイメージがありますね。で、あとですね、性格的なものはですね、シャイな人が多いですね。もう、本当にシャイです。ただし、若い子はですね、割とフレンドリーです。でこれ、単に、調子乗ってるだけなんですね。調子乗りなんで、ラオス人結構。で、まあ、例えば、複数人でいるグループの、若い子たちですね、ラオス人なんかは結構フレンドリーなんですけども、まあ、そう、ちょっと距離を詰めるとですね、急に無口になっちゃいますね。まあ、シャイです。まあね、可愛らしいですね、ラオス人。あとあれですね、はっきりしたことは言えないですね。ものはっきり言えないですね。僕は割と物事白黒はっきりさせたい方なんで、昔は結構イラッとしたことがあるんですけども、最近は慣れました。まあ結構ね、困ることもあるんですけどね、まあ、例えばこの動画のタイトルコールですね、お願いしてできるって、恥ずかしかったら嫌だったらやらなくていいし、恥ずかしいんだったら無理強いしないからできるって聞くんですけど、まあ大概はできるって言いますね。でじゃあって言って、まあ、台本ですね、これこれなんですけど、タイトルコールをの音をですね、ラオ語で表したものをこれ読んでもらって、まあラオスからサバイディノブチャンネル始まるよこれの練習とかもしてもらうんですけど、まあそこでそうですね、たったこれだけのタイトルコールをですね20分30分かかることもあるんですね。で、まあ、カメラ回そうとしても、いやまだちょっとって言って、で結局要はですね、できないとか、あと恥ずかしいから嫌だっていうのは言えないんで、大丈夫できるって言うんですけど、結局答えはノーなんですね。で、まあ、こっちがねもう待ちきれなくなってじれて諦めるのを待ってるみたいですね。で、まあ、はっきりしたことは言えないラオス人は、そうですね、まあこれ慣れるしかないですけどね。あと仲良くなるとずうずうしくなります。これは間違いないです。日本人の感覚だと結構ね、仲良くなって、常連さんとかになると
結構サービスしてもらったりするじゃないですか。マーケットで仕入れしてたんですけども、一つの業者をずっと使ってると、だんだん単価が上がってきますね。取引を始めたばっかりの頃っていうのは、やっぱりね、囲い込みたいんで、一生懸命単価落としてるみたいなんですけども、まあ、これで、ね、付き合いが何回も利用してると、付き合いできて、こいつはね、うちの客になったなと思ったら、だんだん単価が上がってきます。なんで、もう定期的に業者変えてました。最終的には単価上げないで、ずーっと、まあね、市場価格に合わせた料金を提示してくれる業者と、付き合うようになってたんですけども、まあ、仲良くなると涼しくなります。これは、あとね、商売やってる人じゃなくても、まあそうですね、知り合いでよく一緒に飲んでるラオス人なんかもそうですね。なんか、もうすっかり盛り上がってね、もう出来上がってるところにポッと僕が出くわしたりすると、一緒に飲もうって言われるんですけど、やっぱりそこでね、支払いが僕に回ってくることもよくあるんで、ずうずうしくなりますね。まあ、最近はね、まあ、そういう付き合いしないっていうのを、徹底してるんで、まあまあ、そういうふうにね、たかられることもなくなったんですけども、住み始めたばっかりの日本人なんか結構ね、友達とか、ね、知り合いできると嬉しいじゃないですか。で、仲良くなった、ね、現地人と誘われて飲みに行ったりして、で、最終的に、なんで自分を連れてこられたのかって言ったら、お会計係だったっていうところに気がついて、ね、なんか嫌な思いする人も少なくないみたいですね。で、昔あれですね、ラオスは、ブスの産地って言われてたんですよ。これ、今、問題かな、これ。まあけど、当時はブスの産地って言われてました。で、確かにですね、なんて言うんでしょうか。外見的に、こう、垢抜けてなかったですね。垢抜けてなかったので、なかなか、ね、タイなんかで、ほっと思うような、耳麗しい女性、まあ、タイなんかだとね、いるじゃないですか。ラオスになかなかそういう子はいなかったんですけど、最近ですね、最近は、いや僕は年取ってなんかもう若い子はね、みんな可愛く見えるようになったのかもしれないんですけど、それと僕の目が慣れたのかもしれないですね。なんですけども、最近ラオス人女性綺麗になりましたね。で、スタイルも良くなりました。うん、最近の旅行者は、ね、ラオス美人多いですねとか可愛い子多いですねっていう声も聞くんで、もうブスの産地じゃなくなったんだなと思って思ってます。まあね、シャイで、ね、小柄で線が細くて、で、綺麗になったラオス人女性ですね、日本人男性にとって魅力的かもしれないんで、ね、まあ、ちょっとね、はっきりしたことが言えないっていうのもね、あれかもしれないですね。日本人の男性にとってはすごく可愛らしく映るかもしれないですね。まあ、仲良くなってずうずうしくなるっていうのも、ひょっとしたらね、この親密になって距離が近く、縮んできたっていうことの裏返しとも言えるんで、まあまあ、まあ、ね、あんまり悪気に言うこともないかもしれないですけども、僕の目にはそういうふうに映りますね。まあこんな感じで、今回の動画はですね、ラオスに住む日本人の僕の目に映るラオス人、特にラオス人女性像について簡単にご紹介しました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録お願いします。
またですね、もうちょっとこういうところが知りたいなっていうことがありましたら、ね、コメントに残していただければ、今後の動画のテーマに取り上げさせていただきますので、よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。